チャーミーキティプロローグ。カギネックレス。
シュ。あなたね、私を呼んだのは。チャーミー、しおれていくバラの花を悲しむあなたの優しい気持ちと、それに応えようとするバラの花の切なる願いが私の心に伝わってきたの。私はキティフェアリー、あなたの願いを叶えてあげる。私のことを大切に思ってくれて本当にありがとう。けれど花がきれいに咲いていられる時間はとても短いの。しおれていく私を見るのは悲しいでしょうけど、花が新しく生まれ変わるためなの。
泣かないでチャーミー。花は花を見る者が微笑み、綺麗だと言ってもらえることが何より幸せなの。生まれ変わったらまたお庭に綺麗な花を咲かせるわ。だからもう悲しまないで。嵐の後。チュ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 
チュ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 したの？チャーミー？ミャオ。ミャオ。安心して、チャーミー。涙を流していたわけではないんですって。ただ、ミャオ。あなたに伝えたいことがあるそうなの。あなたは動きがとてもしなやかね、チャーミー。ダウ。あなたはいつも元気で羨ましいわ、シガー。チュー。私も自由に動き回ることができたなら。でも分かっているわ、無理だってこと。だって私、ぬいぐるみだもの。私が知っている世界は、このお部屋の中とキャビネットの中だけ。外の世界を知らない私はいつしか窓の外の世界に憧れを持つようになったわ。床に転がっている時も遊んでもらっている時もいつでも目は窓の外に見える景色を追っていた。風に揺れる枝葉、真っ白い雲、翼を広げて飛んでいく渡り鳥たち。小さな窓枠の中の景色しか知らないけれど、窓の向こうには私が知らない世界が、この部屋とは違う世界が確かに存在している。だからずっと思っていたの。一度でいいから外に出て、外の風を感じたいって。青い空を見上げて流れる白い雲を眺めてみたいって。自由にのんびりと外を散歩してみたいって。ミャThank you.
ベルを一緒に歩きましょうってチャーミーが誘ってるわよ。話を聞きたくて待っているわ。それ。わお帰り、おかえり。ただいま、みんな。どうだった？教えて、教えて。早くお話しね。星空の下で。
チュー、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 星を満点に散りばめたステージで、みんなの大好きなサンリオキャラクターが繰り広げる驚きと感動のパレードです。メルヘンシアターでは華麗なミュージカルをお届けします。大迫力の夢のタイムマシンやたくさんのアトラクションで、ファミリーからカップルまで楽しめるサンリオピューロランドにぜひ来てね。お待ちしてます。エンターテインメントの連続、ここは愛と夢、優しい気持ちにあえる国、ハーモニーランド。毎日上演される数々のライブショーが、楽しさいっぱいのアトラクションの数々が、きっと素敵な一日をみんなにプレゼントしてくれることでしょう。さあ、あなたも感動を見つけにハーモニーランドへ、ご家族揃って出かけてみませんか。